イメラジオ第1471回、今日平成31年1月15日火曜日です。時刻は午後10時回りました。横浜港北、今日は曇ってますね。丹沢も富士も全く見えません。昨日が祝日、成人の日、そして今日街は動いていますね。私は午後から大森でお仕事ですが、その前の時間を使っての夢ラジオです。年末から下落していた日本株ですが、まあその下落も落ち着き、日経平均が今2万円前後。私は今日大きく買いを入れましたね。本当は年末の1万9000円ぐらいで買いを入れればかっこよかったんですが、あの頃はもうお仕事が忙しくてそれどころじゃなかったという。今日本株についてはというより世界経済についてはリセッションに入るんじゃないかという意見が大きいわけですが、まあそんな時に私は買いを入れているという、現物買いですね。またマーケットの話はマーケット最前線でいたしましょう。夢ラジオ、今回はなぜゴーン会長は逮捕されたのか取り上げます。なぜゴーン会長は逮捕されたのか。カルロス・ゴーンさんは2000年になるならないの頃日本にやってきて、日産を立て直すと言って、そして日産を立て直しましたね。一時はもう潰れるって言われていた会社なんですよ。90年代ですね。労働組合が強くて効率が悪く、人件費だけ高い、有利子負債が2兆円。有利子負債2兆円というのは大きな額ですよ。日産の規模から考えても。それでまあいい車も作れないということで、もう日産助け舟出すとこないか、潰すわけにはいかなかったんですね。90年代終わりでも。けれどライバルのトヨタやホンダがそういうことするわけないし、じゃあ海外の自動車はっていうと、アメリカ、ドイツの自動車会社はもうそれぞれ提携先見つけていて、唯一日産に助け舟出してくれたのがルノー。6300億円ぐらいの融資というか資本を注入してくれたんですね。株式取得で6300億円あったら立て直りますよ。言い方変えれば、そんなお金をルノーは日産に対してリスク取ったわけですね。今も2019年1月の今もルノーが日産株の 43% 持ってるというのはそういうことです。リスク取ってくれたんですよ、ルノーは。日産の救済のために。そしてゴーンさんを送り込んできました。日本人じゃありませんから、労働組合とのなんていうかしがらみみたいなものは関係なく、どんどんリストラしましたね。
あの頃ゴンさんが意味は分からないけど、でも暗記した日本語で なんていうか、信じてくださいとかなんとか言いながら、必ずやり遂げてみせますみたいな、日産の V 字回復を言う、あの姿は印象的ですよ。ああ、この人すごいなと思ったものですね。で、実際その後、日産はもうゴンさん入ってきて、ルノーの資本注入から V 字回復、優良企業になりました。けれど一番苦しかった時に助けてもらったルノーなわけで、日産首脳陣は頭上がらないし、そしてゴーンさんもその後20年近く日産に君臨することになりました。そして昨年末からのゴーン事件、なんか有価証券報告書 UFO ですね、になんか記述が足りないとか、リーマンショックの時の損失の穴埋めを日産使ってやったとか、あるいは日産のお金で買ったいろんな不動産を私物化していた等々のことが出ていて、もう今日本でゴーンさん大悪人みたいになっています。金の亡者みたいな。けれど、そうですね、経済事件っていうのをずっと歴史的に追ってる人ならば、今回のゴーン事件っていうのはそのような、まあ私物化みたいな話ではないということが一方聞いただけで分かったはずですね。あ、これはゴーンさん個人のお話ではないなと。ルノーが日産に43%の株式を持ち、そして日産はルノーに対して15%の株式を持ち、とこったらルノーの方が強いわけですね。日産はルノーに対して議決権はありません。ルノーは日産に対してある。そしてそのルノーというのはもともとフランスの国営企業で、国営企業というか国策会社で、今もフランス政府がルノーの株式15%を持っていると。しかもルノーという車を聞きませんね。昔はね、ホノセテレコンとかって、なんかフランス語で広告やってたんですけど、そんなんも聞かない。もういい車作ってると聞かない。というより欧州にいてもやっぱりドイツ車なようですね。じゃなかったらアメ車か日本車。そうすると自動車産業というのは国の基幹産業ですから、フランス政府が国としてね、まあ、ルノー、そしてその傘下にある日産、そして今三菱も入ってますから、この日産と三菱自動車をそのままフランスのものにしてしまえと思ったとしても不思議はない。というよりそのように動いたようです、昨年の夏から。ゴーンさんの会長期限というのはもう昨年で切れるんですけど、あ、今年で切れるんですけど、それをもう3年ほど、つまり2022年まで会長にしてやるから、その代わり、日産および三菱をルノーに完全統合するようにという、そういう命令がフランス政府、そしてルノーを介してゴーンさんに来た。そしてゴーンさんももちろん会長はもっとやりたいですから、それを昨年の夏あたりからですね、それこそ日産および三菱は、ルノーの傘下に入る、ルノーと完全統合するというようなことを取締役会で言い始めていたんですよ。で、それに対して今回日本経営者の方が反旗を翻した、まあ、クーデターみたいな言い方もしていますね、報道では。
さっきも話したように自動車産業というのは国の基幹産業であり、例えば日本だったら通商産業省が非常に強く関わっているんですよ。そして日本の、自動車メーカー日産と、そして三菱がフランスに取られるっていうことが通産省にとって見過ごせる話題なわけない。つまりゴーンさんがはっきりとフランス政府の意を受け、日本の車会社2つをですね、ルノーのものにするぞと言い出した途端、もう通産省は動き出したはずです。んなことはさせないと。これが例えば相手がアメリカという国だったらね、日本もなかなかやりにくかったと思われますが、フランス程度なら、ね、こんな言い方していいのか、フランス程度だったら日本の今の国際力でも対抗できると。というわけでゴーンさんの逮捕に踏み切った理由は何だってよかった。ですから今ゴーンさんの逮捕の理由をいちいち分析してもほとんど意味はないと私は考えます。そういうところにこの事件の本質はなく、そうではなく日本が政府ぐるみで、日本の自動車メーカー2つがフランスの手に渡るのを防いだということですね。これは正しいと思います。日本政府の、決定は。そしてそのためにゴーンさんを逮捕しなければならなかったのならば、ここはすいませんとか言いながら、逮捕しというそういう状況でしょう。ですからぜひ、なんていうか、ゴーンさんには勾留中ではありながら、手厚い、なんて言うんでしょう、処遇を求めたいところですね。日本は実はもう韓国だか台湾だか中国だかの会社に抜かれて、家電はもう輸出産業ではなくなりました。今日本が輸出産業として頑張っているのは、自動車ですね。そして半導体製造装置の方ですよ。しかも半導体製造装置、そして様々な資本材、中間材、この辺なんですね、日本の輸出。つまり自動車は非常に大きなウェイトを占めている日本の産業および経済において。で、そんなところの会社を2つも引き抜かれてはたまったものではありません。しかも日産がルノーのものになったなら、もう日本で工場を開くのはやめて、どっか東南アジアで開こうとか、あるいは電気自動車って日産強いですよね、リーフ。その電気自動車の開発にしても、日本国内で電池の開発はやめようとか、そんなこと言い出しそうじゃないですか。事実言い出していたそうですよ、ルノーは。電池はもう中国に任せろみたいな。そりゃ日本の産業政策として、これから電池産業ですね。私も電気自動車関連の株はいくつか持っていますが、電気自動車関連の産業、これは将来見据えた場合は、個人投資家としては買っとくべきだし、そして国全体としてもそういう産業は育成しなきゃいけない。結局ゴーンさんほどのお方だと、やっぱり普通はあのような逮捕というのに至らない。ましてや国際的な問題になりますからしにくいんですけど、それをするほどの事件であった、このように見るべきでしょう。何度も言いますが、ゴーンさんの個人的なことは全く取るに足りない話だし、あと日産の経営者だけで決めたわけではもちろんない。通産省および、経済産業省ね、経済産業省および官邸の方からも指示が出ていたのは間違いないでしょう。そしてそれは日本国内でね、まだ日本が未だ強い産業を、国内で維持するという点においては、日本人としてはああやむを得ないかなと。そしてそれを正当化するためには世論が必要ですから、今盛んにマスコミがゴーンさんはもう金の亡者という、そういう報道、
昨日か一昨日かゴーンさんはなんか自分は無実であるというような発表をしていましたね。ただまああれもあまり意味がないというか、もちろんゴーンさんとしてはやらなきゃいけないんですけど、それはその中身がどうであれも、ゴーンさんのこととも関係がなく、これはもっと大きな話題、大きな事件としても進行中であり、こういう事件は一旦進み始めたらもう不可逆で止まりませんから、このままおそらくは日産はルノーと何らかの形で提携解消し、そして日産と三菱自動車は日本のメーカーとして残るでしょう。そういう日本政府の強い意志が示された事件、そのためにはゴーンさん一人にはちょっと申し訳ないけれど泣いてもらおうという、冒頭でも話したように経済事件っていうのは個人の思惑とか個人の感情っていうのは抜きに容赦ない力で進んでいきますから、ゴーンさんも今お一人でいる時、いろいろそういう自分を今ここに置いている目に見えない大きな力というものを感じていることでしょう。夢ラジオ1471回目、なぜゴーン会長は逮捕されたのか、そんなタイトルでお話しました。外は曇ったままだけど、もうじき正午ですから街はもう少し明るくなるでしょう。午後にかけて雲の切れ目から太陽を覗いてほしいですね。ああ、マンション前の森はもう今全く冬枯れで、緑とあとはもうあんまり色がない、そんな状況です。